はい、こんにちは、ケイです。今日はですね、ジョイクルです。それで今日は、スペシャルトーンですね、まあ、恋する乙女、オカマのやつ。で、ルーキーやってなかったんで、今日はルーキーやりたいなと思います。で、まあ、エリートとかエキスパークリアしてるんで、まあ、普通にやっても、まあ、いつも私、レイリー先生しか使ってないんですけど、まあ、それは面白くないんで、初めてね、ミホークを使ってやりたいと思います。とりあえず行きます。はい。ね、まあ進化してないですけどね、ミホーク。まあ俗に言うあれですよ、残波ってやつでしょ、残波。とりあえずこれをね、俺やってみたかったんですよ。今までね、レイリー先生しか使ってなかったんで。なんで今日は、ミホークで、ルーキーとね、次のやつも、エリートもね、やりたいと思います。とりあえず行ってみます。はい。はい。で、まあエキスパと、まあ、一番最後なだけ、エリート、あ、最後逆か、クリアしてたから、多分大丈夫だと思うんですけど、でいかんせん初めてですから、ミホーク、残波。残波って言いたいだけで、ね、いつもタカシが残波って言ってるから、ちょっとこれを使おうかなと、思います。とりあえず行きます。順番はちょっと考えてきたんで、こうだね。はい。まあ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 、ルーキーですから、楽勝だとは思いますけど、まあ、ちょっとね、いいね、ミホーク、やっぱ。かっけえな。もう剣がかっこいいよね。まあ、剣がかっこいいっても普通ですけど。はい。いや、余裕だな。余裕だな。だって、あ、ミホーク進化しないと、斬撃が2倍だっけ。これ進化すれば 2.5 倍でしょ ?2.5、2.5 で、まあ安定の残敗でしょ、まあ高橋がいつも言ってる。結構強いよね、やっぱりね。要は、レイリーとかだと、レイリーとかって上がっちゃったけど、レイリーとかだとこう、何ミスったらダメじゃないですか。だからね、なかなかむずいっていう。これ結構、まあ本当はミスっちゃダメなんですけどね、これもね。ここ安定していけば安定のね、この安定の残敗ですよ。さすがっすね。さすがだな、ね、強えな。進化させたいんで、進化させたいね。でもそろそろいける気がするんで、ね、進化したいと思います。これ、いけるっしょ、多分。まあ、そのままズバンっていけるっしょ。やべ。ああ、余裕だわ。余裕でしたわ。すごい余裕です。すまない。いやー、強いな、さすがの方向。超強い。はい、やりました。コーラもできましたしね。はい。よろしくお願いします。はい、ということで、ルーキーはクリアしましたんで、次ベテランですね。やりたいと思います。また、ミホークで、まあ、残波、言いたいだけですけど、残波でいきたいと思います。はい、ということでですね、本日もご覧いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。